こんにちは、カモです。アイリーです。私たちは原宿で美容師をしているカモアイリーです。本日のゲストは梅さんです。ようこそ。よろしくお願いします。お願いします。知ってる方も、ね、いるんじゃないかなと思いますが、2丁目にあるブルーというフェスバーの店長さん、はい、今回は私たちがオファーさせていただきました。はい、ありがとうございます。緊張します。じゃあ普段あまり2丁目にめっちゃ行くタイプではないんですけど、唯一行くお店がグループネクストさんに行ったことがあって、その時にお世話になって今回はちょっとイメチェンさせていただけたらなと思います。今日一緒にもう一人の店長ゆきさんも来てくださってるので、ちょっと一緒に釣れます。こんな汚い感じ。2人とも今日仕事終わりに来てくれたってことで、お会いを行ってさっきおっしゃってました。酒が入ってます。今日はあのこっちのお隣の席でこれだけ出演してもらう感じで、はい、お願いします。お願いします。見守りたいです。じゃあ早速ね、カウンセリングからさせていただきたいんですけど、オーナーの M さんから DM 貸していただいて、うちにこんな店長がいるんだけどずっとイメチェンしてなくて6年間恋人もいないみたいな。あ、8年になります。更新されたっていうメッセージを見たりしてて、それはやりたいってなって、ずっと基本この髪型なんですか。多分高校時代からずっと変わってないと思います、髪型。ダメじゃねえやつ。逆にね、なんかアイコンじゃん、もう、こだわりが本当に1ミリもなくって、正直このまま短くしてくださいっていうオーダーしかしたことなくて、美容院で。それでもう、じゃあ美容室もずっと同じとこって感じですか。引っ越すとこ引っ越すとこで一番近いとこ探して。同じオーダーの仕方するんですか。はい、こだわりないタイプだ。本当にないです。ガチのやつだ。次回じゃあ、思う存分ちょっとやらせていただきたいなと思うんですけど、どういう雰囲気に逆になりたくないとか、なりたいとかあります。セットとかしないの楽だなぐらいの。ああ、2丁目いいやつ。ああ、いいね、濃いね。彼女ができてしまう。どうしよう。ついに。それではやっていきましょう。はい、はい、じゃあ準備からしていきます。初期面的な感じなんですか、2人って。ユキは初期面で、自分は実は途中から。自分は本当に全く知り合いとかいなくて、うちのグループに、はいはい、ゲイの友達が多いんですよ、自分は。ゲイの友達と飲みに行った時にたまたまうちの代表と出会い、でそのまま連れてきてもらって、今日からみたいな、仲間だよみたいに言ってくれて、そのままノリみたいな。いや、私も嘘だと思いました。その時はお仕事されてなかったんですか。いや、フリーランスで仕事してて、 IT 系で。がっつり昼。がっつり昼ですね。2丁目で働いたことありました。いや、2丁目は初めてです。普段からよく行ってたんですか。行ってましたね。飲みに行くイコール2丁目っていう感覚で、結構お客さんから見せ子になるみたいな、すごいよく聞くんですけど。多いですね。求人って2丁目あんまりあるイメージがなくて、うちもそうですけど、はい、ってなるとやっぱり仲間増やすにはこっちから声かけていくしかなくって。不安じゃなかったんですか、2丁目で働くことで。楽しそうみたいな。はい、なんかこっちの方がいいからっていう人生をずっと歩んでるので。楽しい方を選択するみたいな。そうですね。でもしばらくは、1年ぐらいはずっと掛け持ちというか、たまにグループ出るぐらいの感じでやってて、で副店長っていう役職いただいた時にもう別にいっかって思って、そっちほとんどやめて。待ってたんですね。そうですね。体力結構20後半になってくるとなくなるじゃないですか。はい、しんどくないですか。25超えてから寝て回復する体力が変わったなって思って。でもこんなこと言ったら35に怒られるんですけど。もう当時は二日酔いっていうものがあまり分かんなくって。お酒強い。どうなんだろう。梅はお酒強い。あ、正直見せ子の人たちも人間だから、時には飲みたくないなっていう気もあるんですか。出勤前に思うんですよ、マジで今日飲めないと思って。ドリンクいただいた時に、最初一杯目自分テキーラ消耗するんですよ。一回飲んでみて、飲めない飲めないって思ってるけど、飲んでみたら飲めんじゃねえかなって思って、すいません一杯目なんでテキーラでいいですかとか言って、意外と飲めるわって思っちゃいます。いけちゃいます。お酒弱い子っているんですか。います。でもその子たちはその子たちで、ペースもだいぶ分かってる子たちなんで。美容師してなかったらワンチャンそういう業界に経験したかったですし。で、まずお客さんとこは恋愛とかしていいんでしたっけ。自由で。真剣なら何でも。遊んじゃうのはよくないよ、うん、
ていう感じですけど、距離感が近いから。確かにニセコさんってキャバクラとかホストみたいな感じじゃなくて、よりもなんか身近に感じられる。梅はそれ関係なく恋人できないタイプ。関係ないな。関係なく辛いな。全然関係ない。うわ、ちょっと問題です。自覚ないだけとかじゃないんですか？興味ない。興味ないんだ。恋愛に。めんどくさいこと嫌いで。何がめんどくさい？付き合う付き合わないみたいな。付き合う前の段階のやつあるじゃないですか。あの駆け引きだるいです。それはでも経験があるからだるいなって思っちゃったんですか。言うて前の恋愛とか8年前なのであんまり記憶がないです。欲しいなとは思わないですか。ふとした時に思います。みんなのインスタとか見てて、彼女とディズニーみたいに見てると、いいな思うんだ。行く人がいるのいいなとか思います。普段の生活って何時から出勤にするんでしたっけ。8時から、ね、8時帰るの何時ですか。そのシフトによりけりなんですけど、最悪一番遅くって朝の8時にお店が終わって決め作業とかあって、なんだかんだ9時10時。それで帰ってどういう感じで自分の仕事に帰るんですか。自分まだIT 系の仕事が残ったりするんで、最後の仕事終わらせてやっともうグループ一本になるっていう感じなんですけど、こっちの仕事とかやったりとか、あとはそれこそユキとか M とかはそのまま帰らず撮影したりとかミーティングしたりとかがあって、意外とちゃんとやってます。で、それが終わったらやっと寝れて、何時間くらい寝るんですか。自分もともとそんなに寝るタイプじゃないのに 2、3時間。なんか起きちゃうんですよ、通知音とかで。自分よりやっぱり M の方が本当に寝ないね。その二人と一緒にいると私は本当に普通に寝るタイプなんです。1日7時間、8時間普通に寝るタイプなんですけど、この二人と一緒にいるから自分がおかしいんじゃないかみたいな。それって365日2、3時間で生きていけるんですか。はい、そうだと思います。リアルショートスリーパーですね。体にガとかしてないですか。今のところ人間ドックは壊っていけないです。待ってください。絶対欲しい。こんな生活してたら彼女できたらめちゃくちゃ心配だと思います。てか彼女に時間とか取ってくれます。取ってくれます。すごい、なんかもうなんか仕事人間すぎて、あ、でも二の次なんだろうなって思っちゃいます。やっぱり順位付けになっちゃうと。今はいないね。いない人の方が多いんですか。今いないはずっていう子が多い。うん、嘘つかれてるのかもしれない。お店に来る子たちってどういう人が多いんですか。結構広いですけど、やっぱり若い子たちが多いですね。2丁目初めての子もなんかツイッター見つけてきましたとか、でそっから2丁目楽しいってなってくれて通ってくれてみたいな子が20代ほとんど。2丁目を今知らないっていう子はずっと見ちゃえば知れちゃう。知れちゃいます。友達も作れるし、あわよくばまあ彼女。グループで出会って彼女になりましたっていうのも結構ありますか。あります、あります。嬉しいです。本当に。ヒコアリさんの視聴者とかめっちゃ来ます。嬉しい。ヒコアリの視聴者結構だって、うちらのファンの方たちは2丁目が本当に行ったことない人たちばっかりだったから、ちょっと怖いみたいな印象があるみたいです。全然怖くないですか。全然仲間たちがいっぱいいるだけで。なんで怖いって思うんだろうね。一人でお酒に飲みに行くっていう行動自体が結構ハードル高いですよね、最初から。あとはお金かかるイメージ。全然かかんない。2丁目安いと思います。一人で来る人もいるんですか。います。それこそ初めての2丁目で、で一人で来ましたみたいな。初めてのお店がここですって言われて、えどういう対応をしたらこの子は楽しんでくれるかって。あ、確かに。グルーク行ったおかげで私2丁目の偏見消えました。本当ですか。はい。なんだろう、敷居がやっぱ高いんですよね、2丁目ってだけで。そこに行き尽くしてる人たちで溢れてて、初見があんまり歓迎されないだろうなみたいな、っていうなんかアウェー感あるのかなって思ったら、全然そんなことなくて、なんか逆にうちに来てくれてるお客さんたちって店子かなっていうぐらい、初めてなんですかお姉さんみたいな。もうナンパすんなってそうなんだ。ぜひ行ったことない方は行ってみてください。お待ちしてます。ミックスバーだから、どなたでも向けの方でもいいですもんね。全然です。でももう梅は童貞なんですけど、足が30までに童貞を卒業するって言って、あれ大丈夫これ流して。あ、全然すごい逆に大丈夫。
手キャラさん、両手、両手、本当にキャラじゃないんですよ。あ、それは全然お店で言ってるんで、全然使って大丈夫なんですけど。フードテックしかないよって言ってます。あ、二十歳の時には何もしなかったって。何もしなかったんですよ。その時は相手は女性でした。女性でした。一応元カノ3人はいるんですよ。チューはしました。多分チューはしました。多分でも多分なんですね。そうですね、特に何をするわけでもなく1ヶ月で振られみたいなのを3人。卒業しないで勢もいるよね。ああ、そうね、童貞を守れてと思って何があんだそこに。確かに立候補者いたらぜひコメントで。童貞卒業するのはやっぱお相手はその好きな恋人とかがいいんですか。理想ですね、それが。来るんじゃないですか。あとは梅さん次第になる。嫌だ。あ、反対派がいた。反対派いるやん。一番近くに反対いた。なんか別れた後のことめんどくさいって思っちゃうんですね。もうこの年なんで一生の人と付き合うしかないって思ってて、ちょっと付き合って別れるっていうことをしちゃったら見せ子っていうのもあって、なんか変な話出るだろうなみたいな。アプリはやってる人もいます。ほとんどやってるんじゃないかな。今アプリよりもなんかやっぱツイッターハッシュタグで繋がってます、彼女たちは。テクマイさんと繋がりたい。それって今のままでもなんかまだ理想が抜けないです。アプリで出会ってとかじゃなくて、学校で実はお互い女の子好きで。本家のことアプリじゃなくて、野良でテクマイのこと会えた時の運命ってでかいですよ。乗られずに出会いたい。眉毛どうする。浮いちゃうんですよ、眉毛が。こういう金髪にした時に絶対抜こう。うわ、早っ。決定権お前なんだ。やった方がいいと思う。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。こだわりなさすぎて服とか言われるんですよ。ダサいから帰ろって的にも。初めての服着るとすごいいじられるんですよ。珍しい服着てんじゃんみたいな。もう何も着れない。新しいじゃんって言われて恥ずかしい。恥ずかしいです。なんかさらっと見といてよ。一番服に言うのはあの人です。ダサい。ダサいはただの悪口。全然足も細くて長いのにめっちゃ太くて短く見えるパンツとかを履く。朝食らしい。朝食らしいファッション。自分に興味がなくて似合う似合わない分かんないんですよね。逆に付き合ったら自分の思い通りにできるって考えたらめっちゃいいです。確かにお人形になります。新店舗は順調ですか。来月行きましたっけ。4月の12、13だっけ。場所もまた近所。2丁目のメイン通り。なんとかマートがある。あ、そうです、シャインマートすぐ近くです。何年ぶりにイメチェンです。20歳前後の時1回フェムだった時があって、銀髪ロングで、もうその前はずっとこの髪型 でそのロングにした後もまた戻っちゃったんですよ。ちょっと梅の見たねって言われたら、そのままでは美容院行ってくるわって、そのまま美容院予約してそのまま行くんで、あ、ここ空いてたわって。なんかどこの美容室行っても大体同じ髪型で帰ってくる。それもすごいすごいよね。みんな聞いてないんじゃない飽きません。なんか変えた方が言われるじゃないですか。変えたどこみたいな方がめんどくさくめっちゃめんどくさくなる。超めんどくさいね。起きた時に寝癖とかのつき方も変わるじゃないですか、髪型変えると。それもなんか分かんなくてめんどくさくて、パッて前髪下ろしてシャシャシャってやったらそのまま家出れると思ってるんで。それ以上の究極のミニマリストとかですか。そうか、効率で生きてる。あ、そう、効率で生きています。毎日丈夫な黒 T で生きていきたい。スティーブ・ジョブズ。服選ぶの超めんどくさいです。なんかおしゃれが嫌いなわけではないんですよね、わからないだけで。でもみんなおしゃれなんですよ、うちの子。それこそソラ君とか、なんで似合うっていうオレンジのサングラス。常にあれつけたらトンボって言われました。人選ぶんだなって。見てないけど、めっちゃなんか想像できちゃった。想像できちゃった。めちゃくちゃでかいんでしょ。そうです。どうする、ショッキングピンクとか。めっちゃおもろい。オレンジとか。逆に嫌いですか。ピンクっぽく。どうする、真っ黒だった。さっきの工程何。何も意味ない。逆ドッキリみたいな。おれー、そっち。ピンクじゃない。これなんて言うんだ。なんて言うんだ。なんて言うんだ。
答えを教えてくれない。全部が1対1で出てるんで、はい、何とも言えないです。やばい、もやもやだ。もやもやする。めっちゃ良くない？やばいよ、これは2勝目受けがいいです。モテちまうぜ。見たことない。うわ、なんか悔しい。これは入れちゃうんですね。すげえ。めっちゃ悔しがってる。悔しい。悔しいって何なんだ。確かに悔しいは何。こんなに変えたの人生初です。悔しい。悔しいか。悔しい。認めたくない。認めたくない。童貞キャラであったらしい。いや、これありますね、これリアルに。いや、ありますね。逆にこれで童貞っていうの、だん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 。これでまた1年後元に戻ってたし。今度こそ童貞卒業。今年こそバージョン2。よし、じゃあ、失礼しました。すげえ、本当にすごい。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごすぎる。ここまで書いたこと本当に人生初すぎて、はい、びっくりしてます。誰にもバレない気が私だって。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すぎる。やっぱ最後告知あれば、自分が店長させていただいているグループっていうお店の3店舗目が4月の12、13日金土でオープンしますので、もしよかったら足を運んでいただけると嬉しいです。みんな優しくて接しやすい人たちなので、ぜひ皆さんも遊びに行ってください。私たちもお邪魔します。またはい、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこの動画を見て、皆さん絶対童貞卒業できそうって思ってくれた方はちょっと怖い、グッドボタンとよろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバーイ。卒業します。2丁目に、グルークの方に戻ってきました。今 M が入ってくると思うのでリアクション取りたいと思います。おはようございます。おはようございます。誰？ホストいるんだけど。めっちゃいい。あ、またモテちゃうよ。確かに、あの自分もあるよ。顔でしなくなるとかしないといけない。あ、ダメか、かっこつけないとダメか。一回その美女で顔美人でやってるし。ありがとうございました。おい、なんかつまんないよ。おい、なんかつまんないって言うな。おい、めっちゃいいね。めっちゃ超似合ってる。ありがとうございました。すぐに童貞卒業させていただきます。あの2丁目の童貞みんな連れてくんでよろしくお願いします。ありがとうございました。来てもらって新人の、かわいい、かわいりさんにイメージ企画していただいて、かわいい。これからよろしくお願いします。お願いします。以上です。以上です。それしに来ただけです。